安倍晋三元首相銃撃事件から40日が過ぎた8月19日、世界平和統一家庭連合、以下、旧統一教会は全国の公職者に向けて、特別ネット会議を開催。最後に田中会長が霊感商法について言及。一番早く反応したのは紀藤弁護士。田中会長の広い嘘、罪作り。自分の罪が被害者を生み出し続けていることに微塵も思いをいたさない、と厳しく指摘。田中会長の音声をこの後お聞きください。チャンネル登録、よろしくお願いします。この場でですね、綺麗な話で過ごしてもしょうがないので、まあ、私としては、皆様方に通ずることまで、ある程度のことは申し上げたいと思っております。もし私がここで失言暴言があったとしたら全部澤田局長の責任ですので、全てその責任にさせていただいて、皆様方と少しですね、向き合う時間にしたいと思います。まあ、正直言って私は今私たちの教団が今日まで歩んできた中で経験したことがない大きな危機に直面しているということで、いわゆる被害者の駆け込み寺ですね、こういうものを国が準備しているということは、今まで教団にとって向き合ったことはない未曾有の危機だと私は感じています。したがって、私が反対弁護士だったら、今集まってきている全ての被害を全部この9月中にこの連絡協議会が作った連絡先に向かって全部飛び込ませますね。そして全国から上がってくるあらゆる相談内容から本当にこれが問題だというものを取り上げて発表させると、そしてそれに対して政府の取り組みを問うということになっていくんじゃないかと思ってもいます。ですから今私たちは細心の注意を払いながら一家庭一家庭向き合いながら皆様方も対応しておられるかというふうに思いますが、その中でこちらに、返金要求をしてくるような方々は問題はないと思います。問題はないとなったら失礼ですけども、まだ対応はできます。でもこちらに最初から向き合うこともなく、まっすぐに、被害弁連の方に走った者たちは我々も気づいてないという状況があった場合ですね、どんな問題が吹き出てくるかはわからないということになります。そのぐらい緊張感走る危機意識が末端までないと、本当にどこからサタンが入ってくるかわからないというふうにも感じております。そういう中で私がこの前第2回目記者会見で、当法人は霊感商法はかつてやったこともないし今もやってないということに対して少しショックを受けた師匠たちから会長宛に手紙も何通か来ましたよ。私やってましたって。そしてちゃんと霊感商法やってたじゃないですかというメッセージがありました。あるいはもちろん会長がそう言わざるを得なかった背景はなんとなく察しはつくけども、でも本当に表の裏のない教会作りに向かって私たちは挑戦すべきじゃないかということで、そのための提言を何個か送ってくださった方々もおられます。本当にありがたい提言でもありました。この最高裁、テレビでよく紀藤弁護士が叫んでいる霊感商法、最高裁でも認知されて敗北していると教会はということがありましたが、これは教会が霊感商法をやったということにおいて敗北したのではないので、あくまでも霊感商法、彼らが言ういわゆる霊感商法、これが信徒たちが行われたことは認められていますし敗訴しています。ただしそれを指導できなかった教会の指導者責任ですね、これは受け止めているということになりますので、いわゆる教会自体が霊感商法はやっていないということは、一貫した私たちの教会側の主張であり、また裁判でもこれがずっと続けられてきております。表と裏なく申し上げれば、もし私が教会は霊感商法をやっていました、裁判にも認められてないですからこのことを言えませんけれども、仮に私がこう言った瞬間に今までの裁判が全部ひっくり返ります。それぐらいに
大きなことです。ですから霊感商法的な行いは、信徒たちが行ってきたことは事実ですし、また認められてもおります。それから世界日報が霊感商法の真実ということで一冊本まとめてですね、書き上げて、そこに総合的に整理した内容がもう既に社会に一旦発信しました。まあ、この中においても、まあ、いわゆる信徒たちのサークル会によって行い続けてきたことは語られております。まあ、なので、霊感商法そのものを法人がやったかやってなかったかと問われたらやってないとしか言えない。ただ信徒たちが行き過ぎた行動、ね、あるいは行き過ぎたトーク、いろんなことを通じながら、被害と思われる内容を感じ取った方々もおられるので、まあ、そこに対しては真摯の私たちは向き合っていかなきゃいけないし、また整理もしていかなきゃいけないというふうにも思っております。まあ、私は我が実家に行けばですね、お壺も何個もありますし、箱音が2個もありますし、もうなんかもうとにかくね、あの霊感商法商品だらけです。我が家は私は持ってないけども、我が家はもうそういう世界ですよね。で本当にうちの母親はね、もう感謝してそこのお水も捧げ、もう今でも本当に信仰を持ってますよ。そういうことで救われた人たちの実感はこれは否定できないんですね。でありただって、まあ、家庭が生活するには40月40万の中で子供たちを抱えて相当のお金は使っていたと思いますし、もし献金したとしてもそこからどのくらい献金できたかと一月で、これとて私たちは想像できるところですので、そんなにあの高額献金をそれ以降また迫られていたとか、そういうことはありません。そういうことは断言できますが、かといってお金の家計簿をですね、私たちが山上家からもらって、そしてそれで精査して社会に発信するとか、そういうことまではとてもできませんので、またいずれ警察発表と合わせて私たちの口から言えることは申し上げたいというふうに思っております。ね、まあ、これインタビューとまた全然違うので、まあ、記者会見というやり方は何回も何回もまたやるものでもないですしですね、私たちの主張を述べる場でもないので、主張させてくださいというですね、毎日毎日主張の場を用意してくれる、こんなに社会は甘くありませんので、まあ、第3回目もし私が記者会見するとしたら、まあ、田中会長辞任発表ぐらいじゃないですか。まあ、そういうことだったらメディアみんな取ってくると思いますね。いろんな意味で記者会見に対する姿勢はしっかり分別しながらも、まあ、一対一のメディアに対するインタビュー形式は多く向き合ってもいいかなというふうにも考えております。